友達 TV をご覧の皆様こんにちは、友達 TV の柏木です。本日、片山先生とお送りしております、聞き流しのですね、はい、心の話して、はい、私鉄沿線ということで、はい、いよいよ第2章に入ってまいりましたので、はい、今日講義をお願いしたいんですが、はい、ありがとうございます。先生、今更ですけど、はい、なぜ私鉄沿線という名前を。そうですね、はい、これ理由付けを説明すれば全部嘘になりますんで、はい、なんとなく常に思いついたことを言ってるっていうぐらい思うんでただなんかね、今回お話をいただいた時に、はい、こういうことでっていうのをお聞きした瞬間に私鉄沿線って言葉が頭の中に浮かんできたので、はい、あ、この哲学の哲かなっていうことで今回付けさせていただいた。はい、私は心理学の専門家でも哲学の専門家でもね、宗教学でも何にも専門家ではない。ただ人間観察ということを数十年ずっとこうやってきただけなんですけども、その中でどうしてもだから学派に関わらず自分なりの考え方をどうしたらいいのかと考えた時に、文字通りっていうね、うんうん、文字通りに解釈しようと思って自分なりの勉強してきたんですね。はい、この哲学もですね、哲学って何よって言った時にいろんな方が、まあ、形状学的なとかね、形を超えたものの話とか本質の追求とか、まあ、いろんなことをおっしゃってたんだけど、私は自分なりに哲学ってパッと見た時に口を折るって書いてるんで、あ、そっか、無駄打ち戦わずに考えろっていうことかと思って、ずっとお付き合いしてきた文字なんですよ、哲学の哲って。なるほど。だからまあそういうふうに今回も私鉄沿線ってパンって浮かんだので、はい、まあ、こうやってうしゃべっておりますけども、ちょっとこれが裏腹ではあるけどもご勘弁いただきながらこの私鉄沿線の話をお聞きいただければな。いや、とんでもございません。はい、じゃあ片山流、はい、哲学的、はい、人の仕組みですね。はいはい、今回はですね、はい、そうですね、第2章ということで、はい、人類というポンコツの正体について、はい、とても興味深いタイトルでございます。はい、じゃあまず講義の方、この後よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それではじゃあ早速ですが、片山先生、はい、第2章、人類という、ね、はい、ポンコツの正、人類というポンコツの正体、はい、じゃあ講義よろしくお願いいたします。題名通り聞き流して、聞いていただいてですね、そんな難しく考えないでいただければなと、楽しく聞いていただけるのが一番ありがたいです。で、今回第2章ということで、人類というポンコツの正体でね、まずは皆さん方がよくご存知の人類の特徴としてよく挙げられるところからの話で、入りたいと思います。で、一番最初はですね、人類は直立二足歩行すると。はい、そうですね、ですよね、はい、まあ、これもまあその通りで、私の考えじゃなくてしてますね、はい、でね、じゃあなんで人類が直立歩行してポンコツなのか、まあ、ポンコツと断定するわけにもいかないんですけども、人類が直立二足歩行して何が変わったかというと、明確に変わったものに体の位置関係があるんですね。体の位置関係、はい、人類が本当に四つ足だったかどうかっていうのは私は見たことがないですけども、四つ足だったとすれば、口腔、内臓、肛門っていうのがだいたい水平位、同位にあるんですよ。あ、口、腸、肛門っていうのがだいたい水平。あ、なるほど。だからミミズに爪楊枝の足つけたみたいなイメージ。なるほど。そういうのがね、人類の原型だったものが、はい、頭の方が上に立ってしまうわけですよね。はいはいはい、そうすると肛門が下になって口腔が上になる、うん、そうですね、というふうに位置関係が変わりますよね。はい、で、ここに来てですね、完璧に動物と植物の非対称、あ、非じゃなくて対称性が現れるんですよ。
何を言いたいかというと、はいはい、植物は生殖器を上に置いてるんですよ、原則として。そうですね、確かに。人間は下なんですよ、はいはい、今立ったがゆえにですよ。前は水平位だった、同位だったんですよ、はいはい、口と肛門、口と生殖器っていうのは、はいはいはい、ところが立ったがゆえに栄養を吸収するところを上に持っていって、はい、植物だと根っこですから逆ですね。まあ光合成はまあ上にあるけど、まあ水とか水分とかミネラルとか下から吸い上げますよね、はい、それは人間は上から入れるというところで、構造配置がまるで逆になったんですね、うん、植物と、うん、同時に色で言っても人間の体液というか血液は赤ですよね、はい、植物って大体緑色してますよね、うん、汁を絞れば、はい、そういうふうにやっぱり色も対照的であると。でここに来てね、ようやくなんか植物と動物の対照性が完成されたのかなという気がしてるんですけども。でその話に、じゃあなぜポンコツなの、うん、はいはいはい、という話になるんですけども、はい、そのポンコツと言えないまでも隠すべきところに大事なものを持っていってると。人間はね、はい、うん、皆さん方でパンツ履いていない人っていないですよね、まあ、たまにいますけど、ね、たまにいますけどね街中で、あの前の道路歩いててパンツ履かずに歩いてる方がいたらちょっとびっくりしますけども。でも植物さんたちはパンツ履かずに綺麗ねって言われてるんですよ。そうですね、美しいわってこう皆さんにおっしゃるんですよ、はい、いい香りって言うんですよ。そうですね、ちょっと不思議な感じがしませんか。よくよく考えてみてください。生殖器をじっと見られてね、ああかわいいって言われた日にはちょっとなんとなく、うん、あの引いた気持ちになりませんか。そうですね、ね、ちょっと引いちゃいます、ね、でも私たち、まあ私たち女性に申し訳ないんだけど、女性方は特にねそれが好きなんですよ。お花が好き、はい、ね、はい、お花をめでて、はい、でご丁寧に花瓶に飾って、そうですね、で美しいとおっしゃってるわけでしょ、はい、あれ全部生殖器ですから、うん、確かにそういう捉え方するってことですよね。いや、単純に単純にね、はい、で自分の生殖器は隠してるんですよ、はい、下の方に、はい、だからこの直立二足歩行になってる意味の科学者と私が言ってる意味合いっていうか、はい、観察地点が全く違うんですが、はい、これちょっとおかしくないですかっていうことをまずね、うん、人間としてね、うんうん、そんなにお花をめでるんであればそんなに自分のものを隠す必要もないような気もしないでもないけども、うん、まあ、深い事情はよく私も存じませんけども、うん、人類はいつの間にかそういったものを秘めるようになったと。そうですね、確かに、ね、うん、まあ、というのがまずその人類としてのね、ポンコツの駆け出しになってないかっていうまず提案からですね、うん、それから話を今展開していこうと思ってるんですけども、はい、でその上ですよ、うん、人間って群れるじゃないですか。集まる動物でしょ、はいはいはい、集まる動物ですね、うん、群れるんだけども群れるのにもかかわらず一人になろうとするという、この矛盾も抱えてますよね、うんうんうん、いや、たまにね、私かわいい、今高校3年生になる孫、女の子と暮らしてるんですけど、おばあちゃんにたまに生意気なこと言ったりするんですよ、ね、孫がね。そうすると私は笑いながらね、あ、嫌なら山の中一人で行けって言うんですよ、ね、止めないって本気で言うから、おじいちゃんはいつも本気で言ってるから、うん、そうやって、人が嫌な何か意見することがうるさいと思うんだったら一人で山入ったら誰も言わないよって、何にもね、一生山の中で暮らしたらってじーっと黙っていなくなりますけどね、はい、では本当に
思った通り言ってるんですけども、私たちはそれはできないんですよ、うん、まあ学説の中で昔ちらっと読んだことはあるのに、生まれてかこの方500メートル、半径500メートルの中に人がいなかったという暮らしをしたことがないっていうことらしいんですよ、私たちは。全ての人間はと、うん、全ての人間は、まあ、だから範囲内直径1キロぐらいの中で一人だけで生きるっていうことはほぼないんだと、うん、一生の中で、うんうん、っていうぐらい誰かがどこかにいるんだ、うんうん、っていうことを私たちは、だからそうじゃないと生きられないって言ってもいいのかもしれないんですよ、うん、なるほど。一人じゃ生きられない、一人じゃ生きられない、はい、ね、たまたま遭難したとかそういう話は別ですよ。ジョン万次郎さんとかそんな話はもうちょっと置いといてですね、あえてそういうことはできないにもかかわらず一人になりたいと思うのはなぜかって考えたことないですか？ないです。ない、あんまりないか。一人になり思うことはあったでしょ。そうですね、うん、ちょっと一人になり、一人、うん、そうですね、うん、一人になりたいな、はい、だからそのまあ言葉のあやかもしれないけども、一人になりたいっていうのは今ちょっと私と接触しないでぐらいなね、うんうんうん、それ程度の、ね、ところですよね、はい、で本来はその群れるということにはその必然があって偶然があってっていう両方あると思うんですけども、それをしないことができないっていうことで言えばある程度必然ですよね、人類にとって群れるということは。そうですよね、はい、ね、それはそう思います。だから単独で生きるっていう選択肢と、集団で生きるっていう選択肢があるわけではなくって、うん、集団の中でどう生きるかっていう選択肢を僕らは選んでいるわけですよね、はい、うん、だけどもね、その私たちはその孤独っていうことを味わう人って多いわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、それはなぜかっていうのを、まあ、今回ちょっと考えていただきたいんですよ、うん、なぜ孤独を感じるのか、ね、これね、興味深いことに、うん、都会にいる方ほど人口密度が高いところにいる方ほど孤独を感じている、孤独感の強さが高いって言われるんですよ。ああ、孤独を日々感じちゃう、うん、あ、なるほどね、うん、ちょっとイメージとしてもちょっとそういうとこありますね。私は長崎の片田舎に暮らしてますけど、はい、どうかしたらね、1ヶ月ぐらい表の道に出ないことがあります。もうしょっちゅうです、1ヶ月ぐらいだったら、うん、で家内孫ぐらいは毎日大体会うけども、娘に会わないこともあるし、今は教室に出て直接ないので、うん、生徒さんに会うこともない。そうすると1人か2人ぐらいしか会わないっていうのはもう日常茶飯事なんですよね、うんうん、だけどまあ孤独っていうのを感じたことはまあ今のところはですね、ないんですよ。で朝からずっと草刈りなんかやってても一日中誰とも顔合うことないし、喋ることもないし、どうかしたらまあ家の中に誰かがいるなっていうことは感じても、話さないままそのまま睡眠に入るという、うん、ことがしょっちゅうあります、うんうんうん、だけども都会にいる方々は目の前にこれだけ人間がいて、いろんなところでお仕事で接して、かつ孤独感を味わってる人が多いと。これはなぜだと柏木さん自身は思われますか？うん、今お話聞いてて、うん、すごく共感するところは、うん、あんまりこう例えば部屋に一人でいても、うん、隣に誰かがいたりすると、うん、そんなに寂しくないなって思ってるなって今思ったんですね。で先生の今の質問を、うんまあ、お答え僕なりに今考えてお答えすると、うんうん、すでにご縁のあるというか、まあ、家族だったり友達だったり、うんまあ、知ってる人っていうのは、うん、
その頭の中にもいますよね、まあ、顔も分かるし、声も分かるし、一緒に話した何でしょう経験というか、そういう時間もあるし、共有した時間もだから共有した時間のある人が頭にあって、それがなんとなく感じられてれば、そんなに寂しくないのかなと思ったんですよね。ただ例えば、まあ、例えば僕は都会の真ん中にポツンと一人で暮らしてて、知ってる人がいないところだったら、まあ、家の前とか、まあ何でしょう、隣に人が住んでたとしても、もしかしたらすごい孤独感を味わうんじゃないかなって思って聞いてました。まあ、答えというわけではないんですけど、これあの第一章のところで出てきてるんですけども、その孤独っていうのはみんな最初からみんな単独だっていう、特別だっていう部分だっていう話しましたね。孤独という言葉は違うかもしれないけど、個別ではあるわけですよ、部分的でみんな。でもその個別的であるものの成り立ちに気がついてないんじゃないかって話しましたよね。個別は何からできてるかっていうと、外側からできてるんだっていうね。多分あの孤独感を味わってる人は、これあの意識的には両方ともかもしれないけども、無自覚的に外からできてるなんて全く思ってないと思うんですね、自分が。そうかもしれない、でも都会にいても孤独感を味わってない人っていうのは、まあそれも無自覚的ですけど、いや友達いるからなんていう感じでしょ。まあ、感じてるってことですね、自分以外を。自分以外のつながりが感じることができる人は孤独感を感じてないわけですよね。ああ、なるほど、すごくそうかなって思いますね。でもたくさんの人間がいてもそこにつながりを感じてない人は孤独感を感じてるんですよね。そうでしょうね、つまりここで私が何を申し上げたいかというと、やはり自分というものが外側から成り立ってるっていうことを気づかない限りは、ここから抜け出ることはできないんですよね。確かにそうですね。だからまあ今回のテーマは人類のポンコツの正体を暴けなんですけども、まずここでも言っときたいのは、私は外であるっていうことですよね。なるほど。私は私であると思うところからスタートすると失敗するんですよ。方法論がないんで、そこには。私は私を作れてるわけではないですから。なるほど、そうですよね。私は学んできました、私は常に作られている存在なので、だから外側に心を開きさえすれば、外側のものが入ってくるわけですよね。で、つながるんだけど、個性を重んじるあまり外側の出入りを止めて自分で何とかしようなんて無理な話を考えてやっちゃうと、そういうところにまあ、はまってきますね。落ち込んじゃいますよっていうのをまず気づいていただければなというところが、まあ、人類としてね、あの第一章の話があったから、今の話はスッとあります。そうですか、よかったです、そういうことだろうと、だから、一時あのこの話をいただいた時に、まあ、人はどうして孤独になるのかというご質問にお答えするような形がいいのかなと思ったんですけど、それは私にはできないと、そのアドバイスめいたことは自分にはできないなっていうことを承知しておりますので、今回はそれを違った形でシステムとしてまずは、ご説明、させていただきたい、させていただきました。で、まあ、今回の締めとしてはですね、でこうしたことを今私はもう繰り返し、今回で4回目になるわけですけども、じゃあなんでこうやって伝達してるかというと、ずっと言葉なんですよ、まあ、言葉とまあ見た目も若干ありますけども、その情報の内容っていうのは言葉ですよね。ところがですね、これもあの興味深いことに、私たちはいつの間にか知らない言葉を使って会話を組み立てるようになってるんですよ。これって一般的にも考えられないですけどね、だけども100人が100人その手法を使うと、それがこれもまた第一章の話になりますけど、
架空の話じゃなくなるんですよ。これが事実となるんですよ。あ、そうですね、はい、だから例えば心の意味って何ですかって各人に問うとちょっと困っちゃったりするわけです。精神とは何ですかのところにあったように、はいはいはい、ね、生とは何、心とは何、気とは何かって一つ一つこう分解していくと、ちょっと待って、そんなことを言ってたら会話進まないよって言って、まあ、ずっと話していくじゃないですか、はい、でもそれ一つ一つ誰も知らないんですよ、意味を、うんうんうん、何気なく俺は精神の性は、俺の精神の性はこれ、精神の心はこれ、俺の神はこれと、なんとなくの思いの人たちが集まって会話を組み立ててるんですよ、うんうん、ね、現状そうですね、現状そうでしょ、うん、はい、それで何か成り立ってるように見えてるじゃないですか。別になそれで何かの問題あるのって言ったら、はい、なんかありそうにないじゃないですか。なんかなんとなく進んでるんだから毎日、はいはい、いろんなところでね、ところがある時、まあ今回お注射とかいろんなあの風邪のこととかありましたけども、そういうなんか異質なものがパンと入ると、うん、通常の流れが途切れちゃうので、うん、一回感性の法則でカッコンなんて言って体が揺られるような時が今ちょっと来てるような気がするんですね。そしていろんな言葉にみんな敏感になり始めて、うん、いやそれって確認されてるんですかとか、うんうんうん、何回ですかとか、うん、いつまでですかとか、それはもうお注射された人の数ですかとか、えらくやたらに神経質に皆さん方今言葉に気遣うような状態に今ちょっとなってるでしょ。あ、それは感じませんか。感じます、感じます、ね、これもまた人間のポンコツさで、人間は自分の身に火がつかないと熱いって感じられないんですよ、うんうんうん、残念ながら推測はできるんですよ、うん、それ推測ができてもそれは他人事なんですよ、うん、どこまで行っても他人事、うん、ね、アフリカの飢えた子供のさんたちが泣きさべきながらね、死んでいってる映像なんか見ると、私たちは誰しも涙を流してかわいそうねって思うわけですよ、うん、そして数分も経たないうちに友達と笑い合ってなんか飯食ってたりできる、うんうん、わけですよ、私たち人類、まあ、そうですね、人類は、そうです、はい、で自分がそうなってる時はもう矢のごとく火のごとくついてるわけでしょ、うん、そこに感情が、うんうん、ね、人の気持ちが分かんないのみたいなことをついつい周りに叫んで、ね、叫びたくなるぐらいに大変なことなんでしょ、はい、ね、でもちょっとずれただけで火の粉が、はい、あ、熱くないと、直接やけどしてないと熱いんだろうな、大変だなと思うぐらいでも飯は食えるわけですよね、はい、でそういうところに人類っているんですよ、実はね、うんうんうん、だからそれを言葉で表して、かわいそうねとか、大変だなとか、寂しいでしょって言ってるんだけども、この全てはその言葉と思いと言ってることとやってることっていう、一連の流れを使えないじゃないけど、使わないまま日常会話を続けてるので、今現状私たちは、うんうんうん、ね、そこに言葉の重みがますますなくなっていってる毎日。なるほど、うん、はい、昔は任せとけって言ったら、死の子の言わずに任せられたんです、うん、分かった、 あとは俺に任せとけ、もうこれでよかったわけです、会話は、うん、ね、今はそれじゃ済まない、いや任せとけってどうすんの、どういうタイミングでどういうことをやってくれるのって説明をして、はい、なんかつまらない三流の番組みたいなシナリオを作らないと話が進まないみたいな社会になっちゃって、かっこよくもなんともないと、高倉健さんはどこにもいないっていうね時、こんな時に健さんが任せとけよなんつったっても全然話が進まないっていうね、今の人が理解できないっていう、なるほど、ね、いうところで、その
本来ただでさえ言葉っていうのは、実在を表す道具ではないのに、さらにその中身も理解しないまま今人類は、これを最大の道具として使ってるんですよと。自分の感情や自分の思いや自分の考え方をその知らない記号で相手に伝えようとしてるんですよということをちょっと気づいておきましょうかっていうのが、人類というポンコツの正体の第1回目ということでね、今回お話しさせていただきました。まだまだポンコツがこれが続く、まだね、まだこれだけじゃ到底人類のポンコツは言い表せないぐらいたくさんあるんですよ。ポンコツの入り口がこんな感じ。はい、まだもう本当にね、知れば知るほどちょっと恥ずかしくなりますね。はい、はい、わかりました。はい、じゃあこの後、はい、次回、はい、第2章のさらなるポンコツね、さらなるポンコツの話を、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。どうも、今日はよろしくでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。